ロールスロイス・チュルボメカ・アドア RT-172、アドアは、イギリスのロールスロイスホールディングスとフランスのチュルボメカの合弁会社であるロールスロイス・チュルボメカによって、開発、生産された二軸式のターボファンエンジンである。このエンジンの名称は、フランス南西部を流れるアドゥル川に由来する。アドアは当初、 イギリスとフランスの共同開発によるジャッキュア攻撃機用に開発されたエンジンで1968年に最初の運転に成功した。当初アフターバーナーは搭載していなかった。2009年7月の時点で19種類に及ぶ2800機以上のアドアが生産され、総飛行時間は2009年12月に800万時間に達した。 アメリカ合衆国ではこのエンジンを F405RR-401 として、現在でもアメリカ海軍で、ボーイング、ベーシステムズ T-45 ゴスホーク練習機で使用しており、そのさらに改良型として F405RR-402 が開発されている。開発当初サージングの問題があり、対策が取られた。世界初の三軸式、ターボファニーエンジン。 ロールスロイス RB203 のコアエンジンにも転用され、その基礎研究は RB207 を経て RB211 で具現化することになった。日本では三菱 T-2、F-1 に石川島張間重工業がライセンス生産した TF40A1I-801A が採用されている。なお、 IHI はこのライセンス契約を締結する以前に FMS 形式で防衛庁が輸入した先行量産型のアドアをもとに IHI801X を製造している。マーク811一般的特性構成要素、性能出展、ロールズ・ロイス。ありがとうございます。